こんばんは。6月18日土曜日、今日は日中気温が上がったところが多くなり、真夏日を観測したところもありました。皆さん体調は崩されていないでしょうか。この先も暑さが続く日が多くなりそうですので、引き続き体調管理気をつけてください。それでは、ここからは今日いただいたウェザーリポートを1枚ご紹介していきます。福岡県の方からいただきました、こちらのリポートです。日差しが届いていた時間帯もありましたが、雲が広がってだんだん天気は下り坂に向かっているようです、ということでコメントをいただいていました。松くんさん、ありがとうございます。すでに雲が広がっている九州ですが、明日は雨が降るところさらに多くなっていきそうです。明日の全国の天気をここからは見ていきましょう。沖縄は晴れてマリンスポーツを楽しめる天気です。そして九州や中国、四国は雨が降ったりやんだり、特に九州では雨が強まって雷を伴う恐れもあります。近畿エリアや中部エリアもだんだんと雨が降り出してきますので、お出かけの際には雨具をご用意ください。関東はすっきりとは晴れないものの、大きな天気の崩れはない見込みです。ただ山沿いではにわか雨にご注意ください。東北エリアも日差しの届く時間がありますが、午後は天気急変、にわか雨の可能性があります。北海道も晴れてお出かけを楽しめるところが多くなりそうですが、道東では朝は霧の発生による視界不良にお気をつけください。以上、明日の全国の天気をお伝えしました。明日も素敵な日曜日をお過ごしください。